ちょっとメッセージから、はい、あの先週豊見沢さんのね、はい、アーティストのやつがあると思ったからはい、はい、ちょっと温めったお便りがあったのであ温めてた、はい、はい。そしたらあのバッスランプさんがしてくれてたのでしした、ね、ちょっと読めなかったので、はい、ここで読ませてもらいます。ラジオネームニララジオネームニラアンコんあんこさんニラあんこさん虫眼鏡さんゆめまるさん豊見沢さんこんばんはこんばんは。こん 青春が丘利水さんのライブツアー始まりますね始まりますね私は今まで一度もライブに行ったことがなく9月6日で30歳になります、はいえー、座席があるタイプの感劇は行ったことがあるのですが、はい、ライブハウスである音楽メインのしかもスタンディングライブ怖くて今まで手が出せませんでした、うんえー、しかし青春が丘としみ水さんのアルバムをずっと聴いていてやっぱり行ってみたいという気持ちが大きくなりちょっと日付がねちょっと1日前ですが9月7日の名古屋昼公演チケットを取りましたありがとうございます名古屋 終わってますすねねそうでちゃってるけどちょっと読んでるときは前なので30歳初日にして人生初めてのライブしかもソロ参戦怖さはもちろんありますが今からドキドキクワクは止まりません以前ラジオで来たら絶対楽しませと言ってくれたので一歩踏み出せましたありがとうございます楽しみにしておますということでありがとうございました楽しめたでしょうか楽しめてといいですねでもそういう方も多いかもしれんよねライブハウス行ったら多いと思う夢回るとかライブハウスよく行ってたでしょ 出ましたねちょっとこういうもんですよっていう作法をあ作法あ教えてくださいよ。作法ねか俺がよく行ってたライブハウスとかは、うんまあ、ちょっとちっちゃめなとこなんで、うん、あのやっぱり。 聞いてた音楽もあんでもモッシュが起きるわけですよはいはいはい、はい、モッシュがねモッシュって言ってもわかんないかもしれないねあそうかそうかあのまあなんていうのまあ、だダイブだとかさ人が待ね待ったりとか、うん、なんかこう押しあったりとかいわゆるライブハウスが怖いと思われる最たる原因みたいな、まあ、最近だともうやっちゃダメよとか多い,、ね、多いですねだからそういうところモッシュの知らずにね前の方行くとそういうモッシュとかこうダイブとかがこう起きまくってるので、うん、知らずにそこ踏み入ってドリンクとか持ってた時 時にはもうねあの迷惑がかかってしまうので、そうだよ、ね。だからやっぱライブハウス行く時は、ね。 お弁当とね水筒は忘れ,れないようにしいとね <laughs> と間い間。間違え間違え間違えてる間違えてる。<え>お弁当持ってくやつ。聞いたことない。い <laughs> <laughs> いたことないよ。<laughs> もう言いながら笑ってたじゃないでくしゃクしゃクなっちゃう。いやでもなんかなんだろうねあのー、ライブしてる人はね後ろの方までしっかり見えてる。見えることなので。ですよね、これが、うん、あのあんまり腕組んで後ろの方で見るとか。<laughs> <ー>後方からの視線ねあ。あれはあんま良くないって聞きますね。<laughs> あまあ見方は自由ですけど、ね、まちょっと乗ってくれよっていう。 まあ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 燃えるっちゃ燃えるんですけどね。うん。え、そう。まあなんかそういうのとか、あとはサンダルで行かない。ああ、それはね、そう、ライブハウス側から禁止されてます。やっぱりハイヒールじゃないといけない。ハイヒールもダメなんで。絶対ダメ。一番ダメ一番ダメ。危ない危ない危ない。許されるのチャラ箱ぐらい。ハイヒールなのかかとで踏まれた時きにはすごいと小指の骨折れちゃうから。小指の骨とか。いやだからライブハウス初めて行くっていうのならもう本当なんだろうな中間ぐらいで見るのがいいんじゃないですか。 動きやすめの格好でね行って荷物もコインロッカー空いてない時とかもあるんでできるだけ小さい荷物でケツポケットに財布は入れないとか落とすからね落としちゃったりとかするんでまあ千パーね1 0 0パーであと落とした帽子とかはもう拾わない拾わないもう見つからなくなるからあとドリチケは最初の方に買っといた方がいいよ そうん帰りだとめちゃくちゃ並ぶしもういいやってなっちゃうで諦めて財布にチケットがたまっちゃうそうそうそうであこれ懐かしいとか最初の方はね最初の方はドリチケ持って帰った時にんかちょっと懐かしいなと思うけどね慣れてきた時も一瞬で捨てるから先にドリンクとか買っといた方がいいと思います楽しんでください でも他にもあるんでしょ。名古屋公園があって、名古屋から始まってるから。名古屋ツアーがあって、大阪あって、札幌あって、福岡って、で仙台あって、広島岡山ラストが東京。ちなみに夢モールだって見に行くって言ってたもんね。9月7日だから。9月7日ですか。じゃ9月7日でしょ。結婚式やって。なんでお前結婚式れるの。友達の。どっちが大事なんだよ。結婚式や。な。 いや、結婚式でしょまあね、呼ばれてるんです。すみません。名古屋公演、名古屋から始まるんだね。いや、今回名古屋から始まる。戻ってくるんじゃないんだね。いろんなことってこないね。東京なんだ。東京。東京。え、ラスト勘弁してほしい。なんでだよ。勘弁って言うけど、おかしいだろ。いや、絶対こ怖いもん。なんか。二階席あるから、いいじゃん。じゃ、いいすか。見に行っても。でも、お前、絶対ステージ出すけどね。ほんと。 だ俺って嫌だよ年光がこん,にちはこんなだってさ年光<て>がめっちゃかっこいいのよ、うん、その瞬間でだから汗かいてさ「あはあ、はあ、今日麺ばけの夢盛り来てるや」みたいな「それ、うん、や」とか「んな出し方しないよ、はい、俺夢盛をそんな言われ」とか言わないよ俺がわあってなった時に夢丸が頭をピコピコねなんか横,横切るだけでスーって横切るってそれそれでいいのよ全然やりますよ、ね、でもその後俺が歌ってる俺は客席で飛び込んで歌うけど 夢丸はステージを守っててほしいから中央で。あ夢丸がじゃ釣ったとくね。そうそうそう。いやややだ。体揺らして。俺がステージ戻るまで守っててほしいじゃじゃ僕二階席でサークルモーショしとくない。なんで？危ねえな二階席でサークルモーション。逃げ！わかんない。関係者のサークルモーショしようとすんだよ二階席。いやでもなんかどっか行きたいですねツアーあるなら本当に。どこ行くんだっけ今回は。いや札幌、広島、岡山、福岡、大阪。そう。 東京仙台そう7個忙しいな7個今昼夜昼公演ちょっとチケット買ってください皆さん聞いてる方はい昼公演いや昼夜でやる寝売れちゃっててなるほど昼まだあるんでぜひぜひいやでもすげえなとしみつじゃもうめっちゃ忙しいよいやね結構ねやばいハードだよねリハしてってことだよねいやもうハードコアよだよねうんこれってさツアー行くじゃんか行くそこで遊んでるの ああそう1日目終わってあ連チちゃん例えば広島岡山の時は広島あ岡山広島かだから岡山終わった後は飲まないけどさすがにもう普通にライブ終わったら飲むよ打ち上げやるのやるやるやるそのスタッフも呼んでまあ一旦スタッフで飯食ってうんんか年んか北海道来てな北海道みんなに行こうよ キャバクラさ、みんなのおっぱい行こうよ。おっぱいも、おっぱいキャバクラ。キャバクラ。そう、僕は。え、ここが乗っちゃったよ。え、ここ乗っちゃってるじゃん、かお前。あのバニーガールのお店、俺もう一回。行きた昔、ミリオンね。もう今ね、すりガラスになって。見なそう、ミリオンがね。行きたい。この間、僕行ってきたよ。あ、本当に。友達と行った時に、ミリオン行ってきたけど。 楽しかった。いやでもなんかちょっと自分ごとになったんだなと思って。あちょっと冷めその前よりも落ち着いちゃってた。ちょっとねバニーちゃんのケツごときでは何も思わなかった。やっぱね触りたくなっちゃう。バニーちゃん触ってないから触ってないんだけど全然触りたくなっちゃう。でもでも奥おっばも行ったんだけどあこれもう奥さんも知ってる話なのですごい。おっばもいったの家庭環境すごいの。いやなんかね全然エロくないな。あもうね。うん。 なるほどねその金庫を立てに行く場所じゃないねあれは違うよ違うよ全然違うもうただただ飲みに行く場所だちょっとしたショーがある飲み屋いやでもそうそのオッパブもんか基本的に札幌のオッパブは1対1なんだってへえあはい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 そこ2人でお話ししてお酒飲んで暗くなったらまあその時間があってまた元に戻ってお酒飲んでとかなんだけどそ何がおもろいのと思って僕 友達と言ってるやんか、うん、友達がほどな,なるほどなるほどなるほどだからえっ、えー、だったらいいかなってそどうしたらあビップ席取ってくれればみんな来るよの他の席お客さんから見えないから、うん、そういうとこその個室みたいなとこだったらいいですよって言われて、うん、じゃあもうビップ席取るかって言ってその男友達とね、うん、一緒に入ったんだけど、うん、くっそおもろかった。うん <laughs> いやだからあのー、さあこ,こっちはなんかもうな慣れというかさエンターテインメントだなとか思うけどいやでもなんか、あのー、またタイミングがあればねちょ行こうよみんなもよってないしょで,で行こうよみんなでほんとに来るよ幌、ねうん、来ないじゃんん札幌ちっ札幌な、うん 922かんとかなるかんとかなるかペニーレーンペニーレーンですよ春分の日春分の日日曜か日曜かなるほどね日曜休みが多いんだよな確かあその夜の店の俺次の日あれだ打ち合わせ入ってるわ飛ばせよいやこれはちょっと飛ばせない東京いるし俺土曜日じゃちょっと一回 僕もちょっとこの前の日が僕の誕生日会が入っちゃっていけそうにないな絶対に潰れたまた改めてそうまた改めて北海道じゃ次の改めて北海道北海道行こうあの広島でもいい打ち上げ参加してもいいじゃん俺いいよいいって一人寂しいから広島広島来れば広島の打ち上げ参加せれば広島行こうかなね広島のオッパブ怖いなオッパブ行くんか広島の広島確かにな 広島の人ちょっとやっぱ怖くないやっぱねあれポップアップした海からするとやっぱね広島も昔ね伝説の飲み会があったよねちょっとどこまで詳しく話せるから深井某イベントの後にね深井某っていうかイベント別に行ってもいいんだけどヤンヤン某事務所の某部のね深井某部の某フェスねボーフェスがあって深井ユーフェスだよヤンヤンズンズンするとこ行ってね あっ,ねあった、ありましたね、あれあよかったね。何したのいや,い,やいや普通に。普通に、あのー。 だったらカットしてくださいねこれたけし君結構カットっていうよ昔だからね昔ですよ UFES の広島行ってその後打ち上げ飯食ってみんなでクラブ行ったんですよだから広島で一番チャラ箱みたいなところ行って VIP 取ったの取ったまあ取った方がいいね本質ねで取ってまあ女の子が来るんですよ女の子はんかいい席みたいなところ取れるからねバーって来ててでんかまあナンパしてうん ナンパって言い方いいのかな分かんないけど仲良くなってそう仲良くなってなでみんなそれぞれおのおのでねまあ僕とかはナンパして成功してたんで仲良くなってねでまあちょっと出かけようぜっていうことでお外に出てね人でまあ出かけたんだけど行く場所も夜も遅いしちょっともう。 ホテル戻ろうということでねホテルブーンって行ったのねブーンってってじゃあ2人っきりじゃない2人っきりだなと思ったら4人ぐらいついてきてて友達が俺の部屋に女の子5人俺1人になってでなんか1人の女の子がね「心配だからついてきた」みたいなこと言っててあったあったそうでんか「何これ?」でで俺あそうねで俺 一人で部屋に帰ってたのそしたら連れが連れてきてた子がコンコンガチャみたいなんか「えもう寝てんのょっとテンション高くてバカムカついて「誰だお前出てけ!」って言ったで俺の部屋来ちゃってで5人で朝まで喋って。って じゃあね帰れよと思って金渡してタクシー乗せて帰らせてたのね2口で渡すのはまだまだそれはもう朝6時とかだったら別になんかそのえっちいことしてない朝から払ったとかじゃないのじゃないじゃない普通にもう帰りのホテルも遠かったから街からな片道多分6,000円ぐらいかかるのよ中心街までだからまあもう人数も多かったから。 2万円ぐらい渡したんかな、うん、全員でこれで帰りなっつってパーって朝ごはんも食べなっ,って感じでね渡して帰らせて俺寝て起きてあのトイレで大ゲロ吐いて2日 <laughs> で 2> <laughs> 何してんのもうこういう話が新しく生まれることはないと思ういやないよだからそのこの特にねこういうメンバー間メンバーと一緒に行ってってないってなると,と寂しいですよね,ね一番おもろいのにないや一番面白いねこれいちなみにこれあの 今後のために一旦聞いときたいんだけどやっぱみつはダメだよねもうそういうお店行ったとかオッケーな奥さんじゃないよねうんダメダメだよねだよね全然ダメちょっとうちがね結構その辺寛容だから意外といける人いるんかなと思ったけどダメだねそのさっきのキャバクラとかはいいよ別にそのね行くか分かんないから全然ダメ全然ダメですでもメンバはどっちなんだっけ多分 奥さん側は嫌ですよね嫌だって言ってくると思うけど俺はもうあのんでそんな言い方しなくてダメならダメでいいんだって俺は男の生き方で俺は男の生き方をしたいんでやっぱ忘れちゃいけないと思うからさだまさしみたいなそう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 だうそ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 ういうそ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 う 別になんかまああのー、その付き合いでいくからいやだからそうだ,だ夢丸のやつはね夢丸さん行っちゃね言ってましたもんねあっっていうこういういじりができるけどし峰さんじゃあガチで言わない方がいいやつだし、うん、もし行ったとしてもね仮にね<う>仮にね、うん、行かないですけどそのとこは仮に行かねえよ俺だって今夜も「ハッシュタグ東海ラジオ」で聴いてる人はつぶやいてください東海ラジオ、えー、いやどこまで使われたか <laughs> しゃ喋りすぎだし喋りすぎじゃん20分 <laughs> やっぱこういう話一番おもろいねおもね盛り上がっちゃうから仕方ないよしかも深夜のね10時でしょ1、ね、ちょうどいいぐらいの、うん、これ聞いてじゃあ飲み行っちゃおうかななんて飲み行ってくれたら嬉しいですよねうわね<ー>最高だねうん クラブ行こうかな <laughs> <laughs>、えー、東海ラジオ沖縄とこんばんは東海の夢丸と夢丸鏡そしてのゲストはドシミツですこの番組は愛知県岡崎市役店に活動する YouTuber 我々東海が名古屋にある東海ラジオからもやする番組です夢丸東海の一面が中心になったときに30分番組ですが 月日か結婚式そうです言っていいんだよね別にこれ流れてる時はだってもう終わってるからそうかなら今飲んでるだろうねみんなそうだねまお結婚式の時に今のこの一番んか一番男の話聞かれるじゃないで一番聞かれないんじゃないあそうか身内には全員飛ばせば聞かないの怖いのがその時を見計らってこの二人のどっちかが あの宴会会場でスピーカーで流しちゃうからね、うん、これ <laughs> ああやばいやばいやばいええやばいやばい名古屋 e スポーツおいおい流れてるじゃないやばいやばいやいろいろ話しちまったよ止めろ止めろドキドキ邪魔だってきちゃうから俺たちがいやでもまあ本当にねこの日が結婚式ですからいやどうなったんだろう俺だってね俺司会やらされてるんですようんとしみつに相談なくとしみつに司会にしたすごいねテーブル一緒ないってこといやいるいるああなるほどねあと俺前の日ツアーだ ねライブしたのに次の日あの昼の12時から結婚式場に早めに入って打ち合わせすんだ俺 <laughs> あそうだそっかいやそかやっぱさすがにさもうバカず踏んでるからさああ別に台本1枚渡されたらさそれなりにやれるやんかそういう信頼もあ,あるしやっぱそのさ「誰やねん」ってやつがさこの。 今日は皆様お集まりいただきましてみたいなさ誰や,やや誰やねんってなるじゃん <laughs> だからなんかそれ違うなと思ってそはニヤニヤしてる俺の方がいいってことですそうそうそうもうへに、ね、その場の雰囲気に合わせてね盛り上がってんだったらもういつもど盛り上げてくれればいいし、ねうん、意外とあれだったらもっと飲みましょうかってやってもらってもいいしいやちょっとマジでと,としトつには助かってるしもうどうなるかわかんない、ね、いや絶対にいやもうこれあの,この今日ね終わってるけど収録、うんうん、公開する時にはあのー 地面師たちの真似した方がいい絶対受けるから絶対マジで今言うなよんかその手があったかとかなっちゃうだろ正直本当に飲み会みたいなね結婚なんでくちゃくちゃにしていいよ親族の方は来られるんですかいるいる一応いるけどまあそういう話題をとは言ってるからそういう結婚式験したいってこういうことをやりますよということは言ってるでもねふざけられる幅がね今僕慌ててねクエルボをかき集めてますあそっか ちょっと、クエルボ、うん、クエルボ、クエルボテキーラですね。あれ、あれ、あれ。あの、っていうことは、結婚式場にはないお酒を、あの、お金払って入れようとしてはなるほど。そう、ない、これだけは、あの、結婚式場は、あの、用意できないって、だから、自分で集めてくれって言われたから。今、かき集めて。ああ、やばいな、ああ、で、ぜ、あの、各テーブルに置くんで。うわ。一本開けるまでという感じの。そうですよ。わあ。こわ。 結婚式終わったらさなんかあるんですかいや一応もう僕は何も決めてないと思んで流れで何かやってもいいですし倒れる人もいるだろうからそのまま終わりで倒れるだろうね普通に敵なんて強いから僕は倒れるだろうから早めにいなくなるんだろうな。いなななくる本当に どうするよこの後みたいななてんていうのゆめまるの結婚式とかもすごいずっと楽しみにしてるんだから俺のね結婚式ねやりたいんだよやりたいんだけどちょっと難しいよねでだよその難しい今はお家建てる方を優先してるからおうが着工したら準備し始めるなるほどそうそうそうでもなんか打ち合わせがいっぱいになってくるとさあの すごいストレスたまっちゃうの俺喧嘩が多くなるから調整しようっていうのでちょっと待ってくれなるほどね順番がありますよねそう普通に間違えて俺が順番結婚式やって家なのに家やって結婚式やっちゃうまあ難しいよなそれやるの俺やりたい俺やりたい人だからまああのもうね子供できちゃってるからそのちょっと順番がねもうちょっと先かなみたいなそうねだからあの とかやりたいってうじゃんんん俺そななだよなな言わいいでで電波けどやりたい気持ちもあるんだけどこの難しいのが誰呼んだらいいのかがそれは本当に悩ましいね難しいねこれってさ過去に結婚式呼んでくれた友達いるじゃんそんな親しくないけど結構俺行ってたりしたの呼ばれたから行くかっていうので一回チャラでいいよそれはいやもう僕も本当に普段会ってる人にした。 あもう限定的に、はい、だからもう逆にバディさんとかはい一,一番お世話になってるじゃんからもう呼んだあなるほどね全員呼んだし逆になんか呼んでくれたけど別にね年々に一回はかな会わないかくらいの人はまあその人たちよりは優先順位じゃないでしょとなってもう結構バッツイとそうだよねうん、うん、そこむずいよね難しいディーンアルとか俺とか特にむずそう。 ずいだって呼ぼうと思えばいくらでも呼べちゃうじゃんそう、ね、呼べちゃうけどやっぱそのだんバね奥、ね、さんとの友達の量もあるし、うん、式場の広さもあるからそうだよねキャパも決まってるんだよね多分人数も、うん、どうしようかなと思って、うん、その時ま,あまた俺に言って うん、全部やるから、俺が、あ、本当。手数料でも、パーセンテージ結構もらうけど、あと、としみつ司会もやってくれるよね。でけも、一回目はね、まあ、ちょっと、その交渉し忘れたんだけど、二回目から、きっちり交渉。するギャランティーの交渉、こんぐらいもらうぞ、とし、しまったと思って。次回、きっちり交渉する。コンペやるから、オーディションやるから、としみつ、そのオーディション参加で。戻りました、オーディションの予定までからね、でも、結婚式、めっちゃ金かかる。だけどさ、としみつに司会をお願いすると、あの。 としみつじゃなくてなぜか式場に五万円払わなきゃいけなくてえなんでいやなんかねあ持ち込みみたいなえー、俺俺俺持ち込みになってんのかよ、うん、いやでもそれはよく聞くよねカメラマンさんとか入れちゃうとお金かかっちゃうなんでお金かお金かかれるのかいなんかねやっぱり人生一回しかないことだからだと思うけどもう何にもお金何にからでもお金取ろうとしてきてあの <laughs> 僕たちってさあの 衣装あるやんかだから割とさその結婚式でどういう、ね、タキシード来ますかって言って僕そのこの店でレンタルしてくださいって言われたのがあったから、まあ、さぞどんなかっこいい衣装があるのやろと思ったらさめっちゃ普通のさただのカラースーツみたいなのがいっぱい置いてあって正直素材とかちょっと違うのかもしれんけどね、うん、ほんでなんかこの中から選んでくださいって言われて「うん?」って言って「まあこれにしますか」って選んだんだけど。 なんかサイズもまあ今から忘れますねみたいな感じでね、うん、これ普通に持ってるけどな東海用の絵、はい、で作ったやつあるし僕はその茶色のスーツにしたんだけどもうこれ持ってるなってなったしあじゃあ中のシャツはこれで、えー、靴下はこれであの蝶ネクタイはこれでいってうけどいやもっといいやつ持ってるけどなと思ったけど、うん、そこで買わなきゃいけないってなったししかもそれで16万不思議だね、うん、不思議じゃない、ね、もうなんか そういうビジネスなんだな。自分で持ち込むだったらまた別にお金かかりますからねって言って。何に払ってるか教えてくんないのそれって。いやだからもうそういう、あんまお金のこと聞かないでこのごま何なんですかたくみさん。だってまずさ服をさ借りて返して16万って変な話だね。変な話だね。変な話だ。借りてるんでしょ？買取じゃないんだよ。そうだよ。だってまあドレスとかはわかるわ高い高いのもね。てかあれはもう高い。 高いことに意味があると思っててね、あん、あんまり二万とかのウェディングドレスはね、夢もない。そうですね、象徴図じゃないからな。でも男の服って正直、マジで何でもいいじゃん、見てないじゃん、誰も。見てない。うん。こんなに取るか。正直ね。で、しかもなんか、靴とかも、僕足ちっちゃいから、ああ、このサイズだと、これしかないですねって、なんかちょっとヨレヨレのさ。パッカパカの。うん。これっていうのは、履かされそうになって。さすがにちょっとやめ、あの、自分の履かしがさい、それはってなって。ほうほう。でも、そんなところで選ばなきゃいけないんだ。 かだからそもそもだから男の人のやつがそんなに数ないんだと思うよ。なるほどね、うん、まずそこまで重要視されてない感じはねしょうがないあるわ、うん、あ奥さんの方が大事だもんね女性の晴れ舞台ですからそこがねメインだと思うんだけど、うん、でも一応僕もな結構なお金払ってんだけど、ね、<laughs> そうだよ、ねうん、うお金貯めとき 結構かかるでじゃあ俺あの普通にライブハウスでやろうかないやいやめっちゃいいじゃん追いいみたな感じでも自分の先輩の二次会がライブハウスだったよああたまにいるようなアーティストの人とかはさクラブ借りて DJ 呼んでめっちゃ楽しいよどんちゃん騒ぎするみたいなあったりとかするけどもまあ俺ねあのやるならもう二次会は やんないでくださいっていう話しちゃう。回らなかんやんあれ。そうそうそうそ,うそ,うそれぞれの場所一,一気にまとめてやれればいいけど、絶対地元のやつは地元のやつでやるし。うん、で仲いいやつの東京の人で東京でやるしってなっちゃうと、うん、回んのめんどくせえなと思って。<laughs> <laughs> だから僕はもうその披露宴でぶっ潰れることにしたなるるほどね出し切るんだあとは勝手にあなたたちがやってください僕たちは潰れたので行きませんって言えるようにね <laughs> なるほど、うん、いやでもすごい楽しみ、うんうん、もういいですああ終わっちゃったね